ジェシー・デビット・チャベスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス軍サン・ガブリエル出身の、プロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のアトランタ・ブレーブス所属。愛称は、メジャーデビュー前、レンジャーズ参加所属時の投手コーチが名付けたスペイン語で、痩せこけたを意味する、フラーコ。2001年の MLB ドラフト39で、シカゴ・カブスから指名されたが、 この時は契約せずにリバーサイドコミュニティカレッジへ進学した。2002年の MLB ドラフト42巡目でテキサスレンジャーズから指名され、翌2003年5月17日に契約した。2003年、参加の A-9 スポケーン・インディアンスでプロデビュー。17試合に登板して2勝2敗1セーブ、防御率4.55。 48奪三振を記録した。2004年は A 級クリントンナンバーキングスでプレーし、27試合に登板して6勝10敗、防御率4.68、96奪三振を記録した。2005年はまず A 級ベーカーズフィールドブレーズでプレーし、11試合に登板後、5月に A 級フリスコラフライダーズへ昇格。 AAQ フリスコでは31試合に登板して4勝3敗、1セーブ、防御率5.68、27奪三振を記録した。2006年は AAQ フリスコで開幕を迎え、38試合に登板。2勝5敗4セーブ、防御率4.42、70奪三振の成績で、7月にトリプル a 級オクラホマレッドホークスへ昇格し、1試合に登板した。 2006年7月31日に、キップウェルズとのトレードで、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル A 級インディアナポリス・インディアンスで、プレーし、12試合に登板して2勝1敗、防御率4.24、15奪三振を記録した。2007年は、トリプル A 級インディアナポリスでプレーし、46試合に登板して3勝3敗にセーブ。 防御率3.92、65奪三振を記録した。2008年は、トリプル A 級インディアナポリスで開幕を迎え、51試合に登板。2勝6敗14セーブ、防御率3.80、70奪三振の成績で、8月27日に、パイレーツとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のカブス戦で、メジャーデビュー。 二点ビハインドの9回表から登板し、1回を無安打無失点1三振に抑えた。この年メジャーではリリーフとして15試合に登板して、0勝1敗、防御率6.60、16奪三振を記録した。2009年3月4日にパイレーツと1年契約に合意。この年はリリーフに定着し、73試合に登板、1勝4敗、 防御率4.01、47奪三振を記録した。2009年11月3日に、岩村明則とのトレードで、タンパベーレーズへ移籍したが、12月10日に、ラファエル・ソリアーノとのトレードで、アトランタ・ブレーブスへ移籍した。2010年2月24日に、ブレーブスと1年契約に合意。開幕から17試合に登板していたが、 防御率7.33と落ち込み、6月15日にトリプル A 級グーインネットブレイブスへ降格したが、16日に再昇格した。ブレイブスでは28試合に登板して3勝2敗、防御率5.89、29奪三振を記録した。2010年7月31日にリック・アン・キール、カイル・ファー・ンズワースとのトレードでグレゴール・ブランコ、 ティム・コリンズと共にカンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。移籍後は23試合に登板して2勝3敗、防御率5.88、16奪三振を記録した。2011年2月18日にロイヤルズと1年契約に合意。3月17日に参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズへ配属され、そのまま開幕を迎えた。 開幕後は19試合に登板して2勝3敗後、西部、防御率4.94の成績で、6月3日に、ショーン・ウォー・サリバンが、故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。5日のミネソタツインズ戦でシーズン初登板を、果たしたが、1回を3安打に失点と9円に、失敗し、試合後に、トリプル A 級オマハへ降格した。登録枠が拡大された9月1日にメジャーへ。 最小格。この年は4試合の登板にとどまり、防御率10.57だった。オフの10月11日に、ィーフとなった。2011年10月21日に、ウェーバー工事を経て、トロントブルージェイズへ移籍した。12月12日に、ィーフとなり、12月14日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級、ラスベガスフィフティィテワンズへ降格した。二千十二年は、 トリプル A 級ラスベガスで開幕を迎え、先発として10試合に登板。6勝2敗、防御率3.72と、まずまずの成績を残し、5月27日に、ブルージェイズとメジャー契約を結んだ。昇格後は1試合に登板したが、6月6日にトリプル A 級ラスベガスへ降格。6月18日に再昇格し、先発として2試合に登板したが、 計8点2回で10アンダー10失点、防御率10.38と結果を残せず、リリーフに復帰。しかしリリーフでも救援失敗が目立ち、7月14日にトリプル A 級ラスベガスへ降格した。8月4日に最昇格し、同日のオークランドアスレチックス戦では、1回を1、アンダ無失点に抑える高騰を見せたが、若手有望株のチャド・ジェンキンスとメジャー契約を結ぶため、 翌5日に、ディーフとなった。6日に40人枠へ復帰し、トリプル A 級ラスベガスへ降格した。ブルージーズでは9試合の登板にとどまり、1勝1敗、防御率8.44だった。2012年8月24日に、金銭トレードでアスレチックスへ移籍した。移籍後は、3カのトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで2試合に、登板し、9月10日にメジャーへ昇格。 アスレチックスでは4試合に登板し、防御率18.90だった。2013年3月10日に、トリプル A 級サクラメントへ配属され、そのまま開幕を迎えた。4月20日にメジャーへ昇格し、3試合に登板したが、防御率6.23と振るわず、29日にトリプル A 級サクラメントへ降格。5月10日にメジャーへ再昇格し、その後はリリーフに定着。 この年は35試合に登板して2勝4敗1、西部、防御率3.92、55奪三振を記録した。2014年1月7日に、アスレチックスと1年契約に合意。先発として、開幕を迎え、21試合に登板していたが、8月からリリーフに復帰。9月は2試合の登板にとどまり、プレイオフのロースター入りを逃した。 この年は32試合に登板して8勝8敗、防御率3.45、136奪三振を記録した。2015年1月12日にアスレチックスと215万ドルの1年契約に合意した。同年も先発ローテーションに入り、30試合に登板、うち26試合で先発として投げて、防御率4.18をマーク。しかし、負けが込み、 7勝15敗と大きく負け越した。15敗はアメリカンリーグワーストに遺体の数字である。2015年11月20日にリアム・ヘンドリックスとのトレードでブルージェイズへ移籍した。2016年5月15日にレンジャーズ戦で乱闘が起きた直後にプリンスフィルダーに対して報復支給を行い退場処分を受けた。17日に MLB から3試合の出場停止処分が課せられたことが発表された。なお、この年からリリーフに再転校しており、移籍までに39試合にリリーフ当番して防御率4.571勝2敗を記録していた。2016年8月1日にマイク・ボルシンガーとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。ドジャースでは23試合に当番して1勝。 防御率4.21を記録した。ブルージェイズとの合算では、キャリア2位となる62試合に登板して2勝2敗、防御率4.43、ホイップ1.33という内容だった。オフの11月3日に FA となった。2016年11月11日に、ロサンゼルス・エンゼルスと契約すると、MLB 公式サイトで報じられ、14日付で契約した。 2017年は再び先発でも投げ、先発で21試合リリーフで17試合に、登板したが7勝11敗、防御率5.35という成績に終わった。オフの11月2日に FA となった。2018年2月23日にレンジャーズと1年契約を結んだ。レンジャーズでは30試合に投げ、3勝1敗1セーブ。 防御率3.51を記録した。2018年7月20日に、タイラー・トーマスとのトレードで、カブスへ移籍した。移籍後は32試合で2勝1敗4セーブ、防御率1.15の高成績を上げた。2018年11月30日に、レンジャーズと2年契約を結んだ。2020年オフの10月28日に、FA となった。 2021年2月25日にエンゼルスとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが3月26日に自由契約となったその後4月17日にブレーブスとマイナー契約を結んだ6月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたありがとうございます